ちは、ゆずきゆかりです。積んだもんなのは最近どこまで難しいやってたので、ダイジェスト動画を作ることにしました。録画だけは大量にあるので再利用なのだ。高評価してくれると打ち切り率が下がります。よろしくお願いするのだ。ところでこのコースヤバくないですか？最初の土管に入った後ずっと落下してるのだ。めちゃめちゃ怪しいのだ。ダメでした。さっさと次のコース行くのだ。私たちが画面にいると邪魔なので、そろそろ消えますね。ハイスコア600近い目になんで最初からやってるのだ。適当にやってたら残機つきました。今も残り4機しかないのだ。残機少ない方が緊張感あっていいですよね。めちゃくちゃ適当なこと言ってるのだ。いけそうな高速端で取り返していきましょう。カットされてる部分で残機も3に減ってるのだ。めっちゃやばいのだ。おっと、これは3アップチャンスなのだ。クリアできれば残機が倍になりますね。倍になるほど減ってるのがそもそもおかしいのだ。これくらい減ってると最初からやり直したくなりませんか？黙ってこのままやるのだ。ちなみに難しいの初期の残機は15なのだ。ここから増やしていきましょう。不安しかないのだ。隠しブロックがないと少し難しかったですね。上から行けば簡単なのだ。ブロックの中身捨ててるのだ。ちょっと難しそうなの来ましたね。最悪ダメージ食らいながら進みましょう。なんとかなったのだ。私の実力をもってすればこんなもんですね。これくらいで調子に乗らないでほしいのだ。それにしてもアイテム入ってませんね。一応難しいのコースだからこんなものだと思うのだ。クリボー多すぎて草。完全にキッズコースなのだ。隠しブロックがないことを祈りましょう。今のところは大丈夫そうなのだ。とりあえず右飛びしましょう。もう少し慎重に行った方がいいと思うのだ。危ねえのだ。ちょっとヒヤッとしましたね。プレイが雑すぎるのだ。ここ地味に難しいのでは。普通に失敗してるのだ。土管で壁キックすればよかったですね。この階段はゴールですか？やる気のない偽物が置いてあるのだ。ブロックからボム兵でも出てこないと罪なのでは。隠しブロックがあったのだ。これ見つけられない人いるんじゃ。慣れてない人以外はさすがに大丈夫だと思うのだ。ドアがありますね。これ外れだったら暴れます。まだわからない。対戦ありがとうございました。あなたは絶対イラッとします。こんな名前のコースやってるから残機なくなるのだ。怪しいから絶対パスした方がいいのだ。オートスクロールで2分未満いけそうですね。何の根拠もないのだ。キノコかな。確かに少しイラッとしますね。アイテム入れといてほしいのだ。見た目はすごい簡単そうなコースですね。コース名が怪しいから隠しブロックあると思うのだ。そこは制作者さんを信じていきましょう。こいつ確認すらする気がないのだ。絶対ヤバいのだ。ここも何も入ってないのだ。もうアイテムに期待するのはやめますか。怒りのパス。言わんこっちゃないのだ。というわけで残り1機です。というわけでじゃないのだ。太陽が最後の残機を祝福してくれてますよ。何まかのこと言ってるのだ。バウのタワーがありますね。とりあえず乗ってみましょう。今のテコイもトランポースなのだ。でも敵は全部パウ投げて倒せば良さそう。足場だから投げすぎるとまずいことになりそうなのだ。あ、次はもう少し真面目にやりますか。最初から真面目にやるのだ。というわけでどこまで難しいをやっていきますので、応援よろしくお願いします。よろしくお願いするのだ。1コース目から神コースたの舞。ヨッシーがゴール条件ですね。ヨッシーが早めに置いてあると嬉しいのだ。カメがたくさんいるので3アップ確定させましょう。はい、オッケー。最初に3アップくれるコースは良いコースなのだ。ここはツタを使って進みましょう。落ちると多分助からないから気をつけるのだ。奥に行くっぽいですね。足が滑りました。何してるのだ。死んだけどヨッシーとゴールは見えたから次は行けそうなのだ。これは行きましたね。これでクリアできますね。あ、ゴールの裏に取り出し込んであるのだ。隙間は1マスなのだ。これはパスですね。分かってても行ける気しないのだ。青い足場を乗り継いでいくコースですね。残機が少ないからこういうのパスした方がいいと思うのだ。1アップもいただきましょう。あ、パックにずれて死んだんですけど。これは予想してなかったのだ。パスで。やっと行けそうなコース来たかもしれませんね。敵の動きがなんかおかしい。見てると不安になるのだ。
ちゃんと分離したんで登りましょう。先が見えないから少し慎重に行きましょう。これ降りるの怖いですね。地面があるのかわからないのだ。大丈夫だったのだ。大好きの子。ブロスが山盛りで行けないんですけど、諦めて突っ込みましょう。キノコなかったらパシッとまであるのだ。ナイス中間。ヨッシーとフラワーありがとうございます。ついでに一役が欲しいんですけど。さすがにそれは用意されてなさそうなのだ。ボス戦みたいですね。私の華麗なテクニックで粉砕しましょう。余裕で負けてるのだ。1対3とは卑怯すぎるのでは。油断しなければ余裕ですね。最初からやって欲しかったのだ。きちっと3体とも鍵持ってましたね。ズルは許されないのだ。上に何かありませんか。何もなさそうなのだ。裏面はボス戦だけでしたね。表面に帰るのだ。スターランですね。ゴール近そうだし、スタンアップできるかもしれないのだ。まずはトゲを抜けていきましょう。ヨッスンは全部倒します。ゴールなのだ。ヨッシー使えば1アップできるのだ。対戦ありがとうございました。熱い日々を繰り返しながら、ゆかりさんはスタンダード系コースと読みました。必要で死んだのだ。コース名で油断させてくるとはなかなかやりますね。スピラン系は残機少ない間は全パスなのだ。平和そうな雪山来ましたね。床が滑るから足元には気をつけるのだ。キノコを置いてある。素晴らしいですね。これはクリアしておきたいのだ。フラワーとかありませんかね。なさそう。警戒が足りなかった。よくあるダメージの食らい方なのだ。キノコください。そんなものはないのだ。色違いならありました。これはこれで嬉しいのだ。短いシーソーの乗り継ぎですね。雪コースだからワボンもあんまり怖くないのだ。これちょっと遠くないですか。いけないほどじゃないと思うから頑張るのだ。これ本当にいけますか。リフトの周期が厳しい気がするのだ。ほら全然届いてないのだ。なんか勝手に落ちていったのだ。リフトが傾いてないのでこれはチャンスですね。今乗ってるやつも右側を上げておきます。次で行きましょう。オッケー。今回は余裕だったのだ。やっと裏面です。夜なのだ。めちゃくちゃ滑るから注意するのだ。まあ任せてくださいよ。床は滑りますけど死ぬことはなさそう。この都会入ったらもうゴールかな。ゴールなのだ。もう3アップは確定してるのだ。対戦ありがとうございました。何もなさそうに見えるのだ。棍棒のとこに土管埋まってますね。わざとらしすぎて怪しいんですよねこれ。右飛びはなるべくやりたくないのだ。仕方ないので入ってみますか。ちょっと探しましたが右飛びしかなさそうですね。まだ残機少ないから今回はパスなのだ。確認しに来ました。やっぱり右飛びみたいですね。攻略するのだ。とりあえずシャンク。また罠っぽいのがありますね。トゲの部屋入ると次なのだ。雑な鉄球が来ましたね。焦って前に行かなきゃ当たらないのだ。全体的に殺意が高い気がします。このバブルも結構避けにくいのだ。危な。ここまで来ればもう大丈夫なのだ。対戦ありがとうございました。プレイヤー代理の柚月ゆかりです。そんなもんなのだ。今日もどこまで難しいやっていくのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。足場が少ないコースですね。もしかしたら地面があるのかな。確認するのはめちゃくちゃ危ないと思うのだ。一アップキノコありがたい。まだ残機は最初の15機より少ないのだ。早く増やしていろんなコースに挑戦したいですね。残機が少ないと危ないコースで遊べないのだ。届かなさそうなので上に戻りますか。やっぱり地面はなさそうです。下のバネが気になりましたが上にも道がありますね。ここから下どうなってるか見えないし上を行きましょう。降りると戻ってこれるかもわからないのだ。靴が出てきたのだ。取っておきたいですね。あ、落ちちゃったのだ。残念ですが諦めるしかないですね。コインがぶちまけられてるのだ。回収して3アップ目指しましょう。こんなもんですか。皿
ラット根こそぎ回収してるのだ。このバネは持っていきましょう。あるものはとりあえず持っていくのだ。あのブロック叩きたいですね。尻尾マリオになったので右飛びしてみましょうか。バネはポイ捨てて、足場があることを祈るのだ。大丈夫そうな雰囲気。ちゃんと床があってよかったのだ。ゴールが近いのだ。次のジャンプで届きそうですね。運よく最後にジャンプ取れたのだ。対戦ありがとうございました。夜の雪ステージなのだ。夜コースはいやらしいコースが多いからパス多めです。画面逆さまとか風吹いてるのはほぼパスなのだ。フラワーくれるとは気前がいい。とりあえずチビになるまでは進めましょう。これは建物の屋根をイメージしてるんですかね。多分そうだと思うのだ。ボム兵ければコイン取れますけど危ないからスルーします。足場も悪いし、あのコイン取るのは見た目より危ないのだ。土管が正しいルートだと思うので入ります。右に降りたら無事に戻ってこれるかわからないのだ。氷の城の内部に来ましたね。外と一緒でトラップが多そう。敵が多いのだ。間違って上に行っちゃうと詰みそうで怖いですね。気をつけて進むのだ。謎のドアがあります。びっくりしましたが、ボンオフレンまでクロスを倒しましょう。見た目よりちょいのだ。あのクラウン欲しいですね。ゲット。元の乗組員の残骸が足元に落ちてるのだ。下行けますかね、これと思いましたがやめておきましょう。どちらかというと上行った方が図できそうに見えるのだ。今回は余計なことせずに普通に進みましょうか。床が滑るので慎重に助走をつけましょう。この50コインは当然取ります。滑ってトゲに使ってるけど大丈夫なのだ。あと一発は耐えるんでなんとかなるでしょう。チビはさすがにまずいですね。さっさとドアに入って逃げます。マスターソードが3本あるということはボス戦の時間なのだ。トゲゾウとガボン倒せばいいんですかね。まだ終わってなさそうなのだ。2つ目が来たのだ。3ついるみたいですね。最後のガボンが取り持ってたのだ。この土管入ったらクリアだと思うんですよね。予想通りゴールなのだ。早く行かないと1アップできなくなるのだ。ギリギリ届いてよかった。対戦ありがとうございました。次はこのコースやってみましょうか。夜の飛行船コースみたいなのだ。思わずパン取りましたけど合ってるんですかね。むしろ取らないと積んでたっぽいのだ。ドッスンが勝手に自滅してるのだ。パウでブラパ倒せば先に進めますね。キノコも取れそうなのだ。ヒップドロップでブロックを壊して、地味にめんどくさいのが来ましたね。諦めてやってくれなのだ。爽快コースみたいな配置ですね。どうせならターンアップさせてほしいのだ。また狭い通路が来ました。普通に走らせてくれればいいのに。足元が見えないからスイッチをしていいのかわかりません。押さないと進めなさそうなのだ。足元見えないので少し待ちますね。慎重に行くのだ。何もありませんでした。スイッチ叩く意味あるのかな。とりあえず適当でいいや。坂道がめちゃくちゃガタガタしてる。コース作ったことないですけど傾き変えるのってめんどくないんですかね。ボス戦っぽいのだ。とりあえずここから連打してみましょう。これ避けれないから一旦戻ります。次は最初から飛び込みましょう。ダイヤル。ボス戦終わったし、もうゴールか。音楽も変わったしそうだと思うのだ。対戦ありがとうございました。テンプレコースの改造でしょうか。まだクリア者がいないのだ。まずドアに入ってみましょうか。これは最後までテンプレでした。対戦ありがとうございました。次のコース行きますか。テンプレまんまのコースがどこまで出るのは割とあるのだ。難しい以上だとあんまり見かけませんけどね。簡単とか普通だとそこそこ見ます。マリオさんの一面っぽいコースに見えます。物の配置とかそれっぽいのだ。もう2アップ確定したのだ。クリアできれば3アップいけそうですね。ていうかよく見たらめっちゃ残機減ってるのだ。何やってるのだ。
いや、行けるかと思ったらいけないコースが多くてですね。残機が少ないうちはコースの見切りが大切なのだ。分かっちゃいるんですけどね、ずっとパスしてるとゲームやりたくなるんですよね。残機が少ないうちは抑えていくしかないのだ。スピランずっとパスしてる時間がどこまでで一番つまらないですね。難しい以上だとスピランボーンですし、それはもう諦めるしかないのだ。裏面は全然雰囲気が違うのだ。急にお化け屋敷になってしまいましたね。この骨の魚って踏めるんでしたっけ？覚えてないから踏んでみましょう。踏めるみたいなのだ。踏めなくてもギリギリ届きそうだったけど確認したかったんで踏みました。敵を踏み損ねてるのだ。カルンって若干判定がおかしい気がするんですよね。踏み損ねることが他の敵より多い気がします。表面もだいぶさっきと雰囲気違うのだ。敵の配置がいやらしいですね。避け方は結構危ないのだ。そろそろアイテムないですか？ここにはなさそうなのだ。さっき裏面にあったかもしれないですね。もはや裏面の方が平和そうですね。キノコありがとうございます。これで即死の可能性は下がったのだ。ワンワンの先に中間が見えるのだ。ここで中間ってことはまだ続きそう。多分もう自然なのだ。 P スイッチが切れたら死ぬのはわかるけど、これ何するんでしょう。もうラストの P スイッチをしてしまったのだ。ブラカ倒せるのに今気づきました。もう間に合わないと思うのだ。察しが悪かったですね。理解したので次は行けますね。左右の砲台がクッパを倒してくれるのだ。この状態で待てばガキが手に入るはず。あんまり見ないタイプの伏線なのだ。結構ユニークですね。余裕でしたね。早速鍵ドアに入りましょう。反応できませんでした。さすがに今のは初見殺しだと思うのだ。ボス戦終わったしもうゴールでしょう。3つ目の緑キノコありましたね。2回死んじゃったからトータルではプラス1なのだ。ゴール前に謎のバネタワーが。ただの作者の趣味だと思うのだ。対戦ありがとうございました。こんにちは。今日もどこまで難しいやっていきます。敵を倒すな平和な世界。多分敵を倒すと積んでしまうコースなのだ。そういえばこの動画シリーズ3本目でまだ7コースしかクリアしてないんですね。めちゃめちゃペースが遅いのだ。もっと動画にするコースを厳選した方がいいかもしれませんね。難しいところなのだ。このシリーズ1000コースくらいやろうと思ってたんですけど、このペースだとアニメさんが発売される方が早そうなのだ。いや、それはさすがにありそう。これ見てる人も意見あったらコメントでお願いするのだ。ゲームの方に話を戻しますか。ここ幅跳びでいけるんですかね。問題なかったのだ。キラーで3号を超えていきましょう。これはツルが成功した予感がします。キラーはここで取り上げる予定だったと思うのだ。キラー持ってるおかげでちょっと楽ですね。早速ズルした効果が出てるのだ。1回ダメージ受けてもいいですし、結構大きいズルかもしれません。中間です。このドア入るのなんか違う気がするんですけど、そこって通り道じゃなさそうなのだ。さっきの上行ったとこですかね。ここ多分そうなのだ。 P スイッチ踏んで右に行けばいいのかな。ゴールなのだ。対戦ありがとうございました。ちょっと上がってるコースだったのだ。6個のアスレチックコースでカウントしてくれるんですね。1なのだ。敵の数が足りてれば1アップできますね。1体飛ばしてしまったのは失敗でした。3アップ美味しいです。2なのだ。スイッチ切り替えながら進めばいいんですね。3なのだ。これ P スイッチ踏んでいいんでしょうか。結構邪魔なんですが、踏んだ方が良さそうですね。4なのだ。5なのだ。これ右飛びするのめっちゃ怖いんですけど、地面があるかわからないのだ。ねえ、3アップしてるから続けますけども、ここから地面が見えますね。これなら楽勝なのだ。6なのだ。コース名からするとラストですね。
わー、ここのスイッチは切り替えてないと罪みたいですね。地味に怪しいのだ。ここ結構ギリギリですね。隠しブロックチェック。最後だけやるのもどうかと思うのだ。対戦ありがとうございました。敵を倒してはいけないに、多分さっきのコースとは関係ないのだ。こういうコースは焦らなければ大体クリアできるはず。一体ずつ丁寧に避けるのだ。一部屋ごとに鍵チェックするみたいですね。ここは当然通過できるのだ。鉢をちゃんと引きつけてから進みましょう。オッケーですね。ネズミも結構危ないですが、丁寧にやれば問題ないはず。この部屋もクリアなのだ。ここが最後の部屋ですね。特にウォールが見えてるのだ。10コインは無視しましょう。1アップとかならともかくリスクに見合いません。土管入ったら突きがありそうなのだ。今回はゴールしておきましょう。対戦ありがとうございました。空飛ぶヨッシー。これ多分バグでめっちゃ高速移動になるやつですね。やり方知らないんですよね。やり方知ってる人教えてほしいのだ。これ使ったコース様になるので本当にお願いします。今回はパスで。ドクロが活躍する半自動コース。普段なら自動系のコースが難しいに出るとか怪しすぎてヤバいんですが、今回はコース名を海外の人が読めなくてクリア率が下がっている可能性があります。つまりワンチャンめちゃ簡単なコースかもしれないのでプレイします。ドアは手動で入れって書いてあったのが気になるけど大丈夫でしょうか。コインはめちゃくちゃ置いてあるから、サークル余裕なのをパスしてない理由の一つなのだ。あとは祈るのだ。今のところ順調ですね。手動ドア、鍵ドア入り損ねました。前行ったところループしてますね。自力で戻って鍵ドア入ります。許されなかった。スターが消えてたのがまずかったのかもしれないのだ。もっかい竹やりますか。コインからずれたからってクルーン入れたのが悪かったんでしょうか。結局スター消えてるからさっきと同じになりそうなのだ。13秒でクリアされてるし3アップできそうだから行きますか。下が見えなくてめっちゃ怖いのだ。許されたっぽい。ゴールなのだ。対戦ありがとうございました。このコースも11秒でクリアされてるから短そうですね。なんか物の配置がおかしいのだ。ドッスンイータンで落としておきましょう。赤ドカンにパックンはなかなかやる気ありますね。ここドッスン落ちてきそうですね。予想通りなのだ。キノコありそう。めっちゃおちょくってくるのだ。これダメなの。戻ってきたのだ。青いのは飛び越せないから信じて踏むしかないですね。許された。クリアタイムからするともうゴールが見えそうなのだ。対戦ありがとうございました。これはめんどくさいだけで死ぬ要素ないやつ。マネ持ち壁キックやってると手が痛くなるんですよ。無駄に手に力が入る。私だけですかねこれ。かなり長そうだから頑張るのだ。長すぎるのでカット。2分くらいかかってるのだ。打ちアップはできなさそうですね。残念なのだ。対戦ありがとうございました。すり抜けた。何かがすり抜けるらしいのだ。とりあえずブラパ倒しましょうか。見えてるピンクコイン2枚取りましょう。ここのバネをすり抜けるんですかね。多分そんなのだ。どうやるんでしょうね。いろいろ試してみるしかないのだ。よくわからんけどできました。
もっかいやらないといけないのだ。やっと成功した。結構難しいですねこれ。かなりバグっぽい挙動なのだ。鍵をこんな雑に置くくらいなら普通の扉を置けばいいのでは。そこは作者のこだわりだと思うのだ。なんかピースイッチ押されましたね。急いだ方がいいのかもしれないのだ。これ何か仕掛けがあったんですかね。何もわからなかったのだ。これ右飛びするの結構嫌だな。他に行くとこないから飛ぶしかないですね。普通に地面があってよかったのだ。ドッスンが出迎えてくれてますね。スイッチ変えてくるのめんどいんでそのまま行きます。対戦ありがとうございました。こんにちは。今日もどこまで難しい進めていきます。18コースクリアしたとこからですね。コースが始まったらいきなり残機が26から20になったのだ。いろいろあったみたいですね。めっちゃどうでも良さそうに言うのだ。実際どうでもいいですからね。少しは気にした方がいいと思うのだ。まあ残機なんてそのうち増えていきますよ。そんなこと言っても動画4本目なのだ。2つのドアにピンクコインが1枚ずつありそうな配置ですね。フラワーもたくさん補充できそうですし安心ですね。敵の攻撃を食らっても少しなら大丈夫なのだ。食らわないに越したことはありませんけどね。強すぎるせいでコース制作者がなかなかくれないハンマーですね。めっちゃストレッチ調なのだ。2本だと難しいと思ったんですが6本入ってきましたね。ピンクコインゲット。さて残機稼ぎましょうか。ここは簡単に稼げますね。3アップ確定させました。右側なんかありそうですけど、もうコインは取ったから行かなくていいですかね。降りるのは結構危険な香りがするのだ。もう片方のドア行きましょう。ここもピンクコインはめちゃ近いですね。さっきの部屋の下っぽいですねここ。さっき踏んだパックっぽいのが見えるのだ。この鍵ドア入ると上にあるドアに出ると思うんですけど、これ鍵いらないのでは。またずるいことしてるのだ。うまくいけば余らせた鍵でボス戦カットとかできますね。余らせたままゴールすることの方が多いですけど。悲しい現実なのだ。ちょっとテレさん多すぎなのでは。今更ですけど敵は全部ハンマーで倒せる気がしますね。倒すのもそこそこ危ないからわざわざやらなくてもいいと思うのだ。コンベアの方行くと猫と1アップがありましたね。もう3アップ確定してるからやらないのだ。本当に敵多いな。キャロンがキョロキョロしててかわいい。コインも取りに行かなくていいですかね。3アップ確定してるので重要じゃないのだ。大量のキャロンが楽に落ちていくのだ。悲しい。痛い。ベルトコンベアが増えてきましたね。感性がかかるからジャンプが難しくなるのだ。鉢が足場になって逆に簡単になってますね。ナイス中間。中間にスターが潜んであったのだ。中間からゴールまでめちゃくちゃ近いのだ。対戦ありがとうございました。最速で3分半は長いコースですね。なんかあったのだ。ゴール直通の道頼まい。バカにしてるのだ。気を取り直して進んでいきましょうか。ナイスキノコ。不穏なエフェクトですね。適当にブロック置いた感がすごい。スタートの隠しブロックといいキックコースっぽさが半端じゃねえのだ。危ないんでブロック壊しておきましょう。鍵は持ってないんで入れませんね。先の方にあるんでしょうか。うわあ、いきなり出てくるとびっくりします。行き止まりだから何か書いても欲しいのだ。ボム兵が出てきたのだ。これで壁に穴を開けられますね。土管もあったのだ。入るしかないかな。鍵ありましたね。これで途中にあったドアを開けられるのだ。戻ってきました。相変わらず不思議なブロックの配置なのだ。規則にブロックが置いてありますね。こことか何かありそうですけど何すればいいのかいまいちわかりません。入ってみましょうか。ワンちゃん釣りそうで怖いのだ。ダメージ受けないとここから出れないのだ。仕方ないですね。スイッチは変えられましたね。通れなくなってるのだ。
スイッチ変えない方が良かったかもしれません。勝手に変わったのだ。これで進めるのかな。ダメージ受けないとドア入れませんね。この道が正解じゃなかったら結構やばいことになるのだ。ドッスンがいるだけの部屋ですね。ちょっとだけ隠しアイテム探したけどありませんでした。確実に隠しがないと進めない部屋来ましたね。戻っても多分死ぬと思うのだ。探しても何もなかったのでドッスンが鍵持ってる説明。本当に持ってたのだ。賭けに勝ちましたね。失敗したら死ねたのだ。ほら、コインを回収しておきます。このコースは一応期待できなさそうなのだ。やっと外に出れたのだ。左下の50コインが少し気になります。この後取れそうなら取りたいところなのだ。飛び降りるしかないですね。下が見えないのは本当勘弁してほしいのだ。ゴールなのだ。スイッチを変えれば1アップできそうですけど、スイッチが見当たりませんね。土管入れそうですね。ここからまた大冒険が始まりそうなので帰ります。さすがに1アップのために大冒険はできないのだ。対戦ありがとうございました。雪のコースですね。開幕からなかなかいかつい見た目してるコースなのだ。1アップ素晴らしい。見えてる敵がファイアガーとバーナーだけなのはやる気ありすぎですね。倒せない敵ばかりで難しそうなコースなのだ。50コインがありますね。隠しブロックがないと取れません。ここに隠しブロックあったのだ。ついでにキノコとかないですかね。一応全部叩いてみます。ダメでした。しけてるのだ。こういうやる気の高いコースはバス多めなんですが、2アップくれたんで進みます。どこまりプレイヤーにコースをプレイさせたい人は参考にするのだ。これは時間かかりそう。このコインももらっておきます。やっと一段登りました。またこういうのですか。抜けてきました。テンポ悪いからカットなのだ。3アップ確定。クリアしておきたいですね。このコースここからも難しそうだから頑張るのだ。中間ってことはまだ長そうですね。スターランなのだ。ちょっとイラつく死に方でしたね。でも今ので分かりました。真面目に右端まで行く必要はありませんね。またズルしてるのだ。多分目的地はこの土管でしょう。ゴールなのだ。今回も作戦勝ちですね。ズルしてるだけなのだ。対戦ありがとうございました。やばい、とてもいいコース名ですね。まだクリア者はいないみたいです。なんか見つけたのだ。これ見つけてなかったらパスありました。でかい、ブンブン割と事故る気がします。でもこれしてるだけで完封できるんですよね。頭引っ込めてる時は敵をつけるのだ。結局チビになってるのだ。次のボス前にアイテムありそうだから大丈夫。あったあった。なかったらどうする気だったのだ。様子次第でパスですね。行き当たりばったりなのだ。隠しでスター置いてあるまでやりえると思ってます。次は君ですか。お疲れ様でした。このコース1アップなさそう。そういう雰囲気のコースじゃないから極めて先に進むのだ。ゴールするときに1アップはできそうだったのでそれで我慢してあげます。今度は複数で襲ってきましたね。下に降りなければブンブンは相手にしなくてよさそう。アイテムもあるみたいですし負けはないですね。なんかついからたくさん来たのだ。まとめて面倒を見てあげましょう。きちっと4体とも鍵持ってましたね。ちゃんと全部倒してよかったのだ。あんまり難しくないなら全部倒しますけどね。ドアがこんなとこに。この土管入ったらゴールですかね。対戦ありがとうございました。こんにちは。今日もどこまで難しいやっていきます。24コースクリアしたところからなのだ。よろしくお願いします。こういうコースはスタート直後に毒沼が上がってくるかを確認します。上がってくるパティンですね。上がってくる場合はパスを検討します。だいたい事故率は高くてクリアに時間がかかるのだ。今回はクリアタイムが30秒程度だったのでプレイしてみることにします。裏面はどうでしょうか。裏面も上がってくるパティンのようです。開始15秒くらいなのにもう時間があるのだ。アイテムはなさそうですね。あまりクリアタイムに差が出るコースじゃないのでもう半分以上攻略してるはずです。
ジャンプすると画面外にマリオが出ちゃって見づらいですね。慣れてないとミスしそうなのだ。さて、もうすぐゴールだと思うんですが、こいつの相手をしてる時間はないのだ。ゴールが沼に沈みかけてるのだ。対戦ありがとうございました。こういうコースは事故が怖くてパスしがちですが、クリアタイムが7秒なのと簡単そうなのでプレイします。これ届くかな。下手に地面に降りると隠しブロックが置いてある可能性があるのだ。できましたね。このままゴールできればいいんですけど。ゴールが見えたのだ。サンアップもできそうですね。対戦ありがとうございました。見た目怪しいですが、トロール系じゃないと信じて土管入りましょう。もう少し制作者を信じてほしいのだ。見ててわかる人もいると思うんですが、作りが荒そうなんですよね。キノコありがたい。スターもらえたのだ。3アップ確定したので1回死ぬくらいまではやりますか。本気でやばそうなら引いた方がいい気もするのだ。メットを上に投げてパウ叩いてほしそうですね。直接乗れるので予備のパウもいただいていきましょう。ちょっとズルっぽいのだ。トゲメットゲットだぜ。ここも上乗れますね。結構ガバガバなコースなのだ。下に降りた方が良さそう。ドッスンに T スイッチをしてもらうのだ。行きましょう。伝わらないかもしれないけど土管の配置怖いです。中間なのだ。トゲメットやパウ使ってギミック破壊できますね。そんなことしても2だけだから意味ないのだ。普通にやった方が良さそうですね。隙あらばコースを壊そうとしてるのだ。正直こういうタイミングであんまり得意じゃないです。だいぶ慣れてきてるとは思いますけど。ヨッシーがいるのだ。フラワーもありますね。スネークブロックです。バイバイヨッシー。失うのが早すぎてかわいそうなのだ。スネークブロックは時間がかかるので倍速でお送りします。頭のトゲメットで全部処理できるのはいいですね。やっとまとも、な足場まで来ました。敵の配置はかなりガチになったのだ。これはもうダメージ覚悟で突っ込みましょう。ワンワンの群れの先に鍵ドアありますね。鍵ないんですけど、鍵がありそうな場所も記憶にないんですけど。これからどうするのだ。カメックが持ってるのを祈りましょうか。マジで言ってるのだ。隠しブロックにスターが入ってたのだ。死にましたけど、鍵の場所はだいたいわかりましたね。80% くらいでワンワンが持ってると思います。一応、他の敵も倒しながら行きましょう。鍵ゲットなのだ。一番奥の敵が持ってるわけじゃないのが少しいやらしいですね。金なのだ。もうゴールかと思ったんですが、まだ続きそうですね。リフトがありませんね。来ないんで右飛びしますか。判断が早すぎるのだ。もうちょっと待てばよかったですね。今さらどうしようもないのだ。さっきからヨッシーを粗末にしすぎなのだ。下に何か見えましたが、そのまま土管に入りましょう。3回目のスターラン。大盤振る舞いなのだ。上限なかったら50機くらい増えてそう。3機しか増えないのが残念なのだ。ゴールなのだ。いいスイッチ効果中じゃないとゴールできないので結構エグいですね。対戦ありがとうございました。このシリーズだと激レアのスピラン系コースです。時間がめちゃくちゃ余裕。敵が少なそう。あと3アップ間違いないのでプレイします。条件が厳しすぎるのだ。残機が余裕になったらもう少し緩くしてもいいんですけど、まだ初期よりちょっと多いくらいですからね。スピランやトロールをプレイするのはまだまだ気になりそうなのだ。どこまででそんなのやってたら残機いくらあっても足りませんよ。このキノコ取っていきますか。あんまり意味ないと思うのだ。さっきの死に方納得感薄いですね。コースの調整ミスだと思うんですが。それは作った人じゃないとわからないのだ。でかいからバネに当たれない。キノコを取っていなかったら死んでいた。さて問題の場所です。コース制作者をもっと信用しようなのだ。1回は信用しました。対戦ありがとうございました。ファイアマリオが条件なのだ。つまりこのままゴールまで行けばいいコースですね。多分ダメージを食らうと罪なのだ。普段よりは少し慎重に行きますか。太陽以外はファイヤーで倒せる敵ばっかりで優しい。あんまり油断するのは良くないのだ。この葉っぱが取ると罪そう。もはや敵キャラと変わらないのだ。めっちゃゆっくり走ってるのだ。ワンワンですね。ああ。
チアップもないし怒りのパス。あの隠しは悔いあるのだ。また砂漠のコースですね。あんまり長くなさそう。あ、なんであんなところに隠しブロックを置くんですかね。この場所はわざと置いてる気がするのだ。中身が1アップじゃなかったらもっと暴れてた。キノコありがとうございます。サンゴの位置が悪いんで待ちます。無理に行くとぶつかりそうなのだ。フラワーありがたや。カロンがファイヤーで倒せないのが厄介ですね。でもサンゴは倒せるから結構楽になったと思うのだ。カロン踏んで残機増やせないかなと思ってるから変な動きになってます。危ないから諦めるのだ。土管からは何も出てこないみたいですね。気のせいでした。骨がずっと追ってきて怖い。ここはファイア無双中間なのだ。やらかしました。ファイア失うとかなりきつそうなのだ。この階段はゴールっぽい。お願いします。やばいのが迫ってきてるのだ。すでに積んでる可能性がありますね。これワンチャンあるかもしれないので、そこのくぼみで待ちましょう。サンゴについていきますか。果たしてこの先生き残れるのか。来ちゃあ。これならゴールできそうなのだ。対戦ありがとうございました。次は地下コースですね。クリアタイムは早いですけど、タグに謎解き入ってるのがちょっと嫌ですね。謎解きタブは普通に隠しブロックとか繰り出してくることがあるのだ。ナイスキノコ。周りのブロック一通り見ましょう。1アップなのだ。 P スイッチなのだ。 P スイッチ探すのは必須に見えますね。やばいコースのオーラが見えてきましたね。踏んで先に進みましょう。隠しチェック。この部屋は何なのだ。異様なリダメをしてるのだ。土管をデザイン足場として使ってるんでしょうか。見た感じ入れる土管はなかったのだ。下に赤い土管がありますね。怪しすぎて行きたくないですね。土管の場所に行くことはできそうだったけどスルスルのだ。カラフルな土管からバックンが出てくるようになりました。赤い土管は危険だからちゃんと気をつけるのだ。もう遅いんだよな。そういえばまた残機が20切ってるのだ。しっかりするのだ。これクリアしたら20に戻りますので。クリアしてから言うのだ。赤い土管結構多くてやる気ありますね。やる気ありすぎなのだ。ゴールなのだ。次土管から出てきた時に下をくぐっていきましょう。対戦ありがとうございました。負けなのだ。せっかくなので赤い土管に入ってみた。普通にボーナスステージでした。ゴール前の土管近いですね。以上、おまけなのだ。こんにちは。今日もどこまで難しいやっていきますので応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。33コースクリアのところからなのだ。夜のコース来ましたね。よくわからないけどコインが降ってきてるのだ。キノコはありがたいけど逃げるのはやめてほしいですね。鍵ドアがあるので鍵探したいところ。ピンクコインを回収すればいいんでしょうか。見づらいけどキノコの上にそのまま置いてあるのだ。これですね。ピンクコインは今じゃないみたいです。もしかしてこのドアの下のトゲって刺さらないですか。結構ビビってたんですけど。刺さらない気がするのだ。また鍵が裸で置いてありますね。スイッチはどっちが良さそうだったんだっけ。外になんかあった記憶はあるんですが。まずは鍵ゲットなのだ。スイッチは忘れたので適当に叩きます。もしかしなくても間違えてますね。変えてきました。ついでにボンミスでダメージ食らってるのだ。言わなきゃバレなかったかもしれないのに。絶対バレるのだ。不思議な地形ですね。壁にハテナブロック混ざってるのだ。このノコノコ当たらないんですね。明らかに頭飛び出してるんですけど。判定が上に出てないみたいなのだ。この土管に入ればいいんでしょうか。右も見に行くのだ。30コインいただきます。中間なのだ。ファイア入ってました。おかわりなさそうなので一発クリアしたいところです。敵は全部倒した方が安全ですかね。敵の排除完了なのだ。ボス戦っぽいドア。ボス戦なのだ。いきなり食らってるのだ。どうせなら毒キノコ全部触ればよかったかもしれません。スイッチを何度か切り替えれば倒せるタイプでしょうか。倒しました。これもう一回スイッチ切り替えてたら死んでたのでは。可能性あるのだ。
ボス終わったからもうゴールですかね。なんとなく左の方から行ってみます。ここでやっとピンクコイン集めみたいです。右はどうなってるんでしょう。ゴールなのだ。サンアップできそうですし鍵いりませんね。こいつコースを遊び尽くす気がないのだ。対戦ありがとうございました。クリアできないコース、こういうのをクリアするのが気持ちいいんですよね。性格悪いのだ。ベストタイム33秒、あまり長くはなさそうです。アイテムも敵も山盛り系のコースっぽいのだ。こういうキッズコースっぽいのは隠しブロックが怖いので上から攻めていきます。なるべく土管と土管の間にも降りないようにします。サンアップできそう。できました。ジュゲムがいるのだ。雲を奪えばほとんど飛び越えていけそうですね。ヨッシー逃げたのだ。もうヨッシーはいいか。この動画シリーズでのヨッシーの扱いが雑すぎるのだ。中間も取らずにとにかく前に進みましょう。下手に中間から再開したら難易度上がりそうなのだ。雲が消えてきてるのだ。最後まで雲で行くのは無理みたいですね。と思ったら代わりが来ました。ボスが大量に襲ってきたのでゴールが近そう。キッズコースあるあるなのだ。対戦ありがとうございました。神子、砂漠のコースですね。隠しチェック。特徴的な建物は調べたくなるのだ。思ったより狭い建物ですね。何もなさそう。赤いキラーが3つ飛んできたのだ。誘導しようと思いましたが結構隙間空いてますね。これはさすがに止まりましょう。砲台から飛んでくるもの試合ではやばかったのだ。うるせえのだ。いいもの出してる砲台がありましたね。チビ出しで人っておきたいのだ。キャッチ成功。ナイスなのだ。この甲羅取らないとそもそも進めなかったんですね。そうみたいなのだ。ゲームと関係ないんですけど今回から声の音量を上げました。うるせえとかもっと上げろとか何か意見のある人はコメントでお願いするのだ。危ない。テレサかカロンが鍵持ってるんでしょうか。どっちも踏めば倒せるんだっけ。カロンは踏んでも砕けないみたいなのだ。やばい。テレサを倒すのは結構面倒になったのだ。全部どうでもよくなる隠しスター。カロンが鍵持ってたように見えたのだ。このスター見つけるの必須だったとかありえますかね。もしかしたらすごいキッズコースかもしれないのだ。この土管入るのかな。キッズコースっぽさを見せた後の自由落下怖すぎるんですけど。上に謎のレールがあるのだ。例によってスネークブロックは倍速なのだ。今の緑スネークブロック1ブロック分だけ動いて壊れたんですけど。レールとも全然関係なさそうだったのだ。ゴールなのだ。レールは謎のまま終わったのだ。1アップ取るのがちょっと面倒ですね。対戦ありがとうございました。クレーンがキノコ掴んでますね。ありがたくいただきましょう。ガリガリのタイミングを待ちます。工場をイメージしたコースみたいだからコンベアとかクレーンが多いのかな。スタート地点以外にまともな足場がないのだ。めっちゃ怪しい土管がありますね。リフトが行っちゃったのだ。待ちました。スイッチの切り替えがあるみたいですね。この砲台結構えぐいのだ。この配置だと出てくるのがクリボーでも結構危ない。飛ぶまでスイッチが見えませんでした。また待たないといけないのだ。待ちました。進めてる時間よりリフト待ってる時間の方が長いまでありますね。やっと先に進めるのだ。折り返しやるのが怖いな。これ安定した足場だったんで思わず飛び移りました。あこれは全く見えなかったのだ。中間とキノコがあったからよしとしましょう。靴ゲットなのだ。下が見えないのやめてほしいな。作者の置いた矢印を信じるのだ。これなかったら右飛びまでありましたね。ガリガリの上を進むのだ。そろそろ普通の足場あっても良くないですかね。諦めるのだ。これ結構難しいですね。動きがすごい危ないのだ。ビーム飛んできてるし急ぎましょう。と言ってもあんまり急げないのだ。 LR 靴脱いで上行けばいいのかな。めちゃめちゃ怪しい土管が。もしかしたらこのコースショートカットあるかもしれないのだ。Z
全然先が見えないけど前に飛ぶしかないんだ。対戦ありがとうございました。最初の方に怪しい土管とかもあったから確認するのだ。スタート地点の上にも土管ありますね。もしかしたら隠しブロックを置いてあるかもしれないのだ。中間直後に右飛びすると本当に何かあるみたいですね。確認しに行くのだ。この辺の隠しブロック探してみますか。見つからなかったのでそこの土管入ってみましょう。ここめちゃくちゃ怖いんですけど。いいからやるのだ。なんか楽しそうなとこに来ましたね。1アップデートなのだ。この土管入る前に左の方も見ましょう。何もありませんでした。1アップ取れるボーナスステージだったんですね。次はここから右ですね。これ乗るのちょっとだけ難しそう。じゃあ入っていきますか。さっきのを見て大体のオチはもう読めてるのだ。私もです。ここのダメージは無理そうなのだ。1アップできましたね。つまり両方行けば3アップできるコースだったってことですね。思ったより作り込まれてるコースだったのだ。こんにちは。今日もどこまで難しいやっていきます。37コースクリアのところからなのだ。よろしくお願いします。ツルスピードラン、コース名がそそりますね。時間は死ぬほど余裕あります。土管前のくぼみは入ると閉じ込められそう。ここの天井抜けれますけどあんまり意味ないですね。土管も入れるのがありそう。特にこの赤い土管めっちゃ怪しいのだ。とりあえず進んでみましょうか。鍵ドアがあったんで鍵探します。さすがにそれは本当にありました。これはひどいのだ。もうゴールまでありますね。これキノコなのだ。隠しブロックとかで登れるのかもしれませんが今回は土管に入りましょう。スターランですね。ゴールなのだ。1アップしたいのでちょっと下がります。鍵見つけたせいでめちゃめちゃ短いコースだったのだ。対戦ありがとうございました。 USA キノコなのだ。スイッチを変えてここに戻ってくると右の壁が壊せるって感じでしょうか。とりあえず矢印の指示通りに土管入るのだ。のこのことカロンが出てくる土管ですね。とりあえず3アップしましょう。どこまでは残機が増やしそうなところを見逃してはいけないのだ。オッケーですね。カロンを目印のあるところから投げればいいんですかね。他にできることはないのだ。よくわからないけど鍵が手に入ったのだ。これで先に進めるのだ。なんかすごいところに出てきましたね。この飛んでる亀を左に投げればいいのかな。さっきのところとつながったのだ。これで小さい亀を持っていくんですね。鍵ゲットなのだ。順調ですね。土管からでかいのが出てきたのだ。まずは左の道を開けましょうか。雲を壊さないとダメそうですね。これでかいのじゃダメですかね。ダメダメなのだ。戻って小さいのを持っていきましょう。うまくいきそうですね。これまたカロンいりますよね。どう見てもそうなのだ。えい。鍵ゲットなのだ。下にオートって書いてありますね。乗るのも自動なのだ。動くとやばいことになりそうだからじっとしてます。めちゃくちゃ騒がしいのだ。残りタイムが少ないんで控えめな距離でお願いしたいです。終わりですか。やっとスイッチが切り替えられました。早くスタート地点に戻るのだ。ここで中間なのに残りタイム1分もないんですが。ゴールなのだ。対戦ありがとうございました。いいコースでしたね。コインたくさん置いてありますね。めちゃめちゃ怪しいのだ。とりあえず取りますけどダメでした。パス角度で入ったんで仕方ないです。さらばなのだ。スピードランクッパ、
ほぼ確実にキッズコースなのだ。タイムは余裕ありそうなので少し見てみましょう。いつもはカートの案内のに珍しく乗ってるのだ。事故怖くてあんまり乗りませんけど、たまにはいいかなって。キノコ、ありがとう。折り返しの前とダッシュ盤があるのだ。ダッシュ盤乗るの怖いんですよね。早すぎて何か起きたとき対応できない。これはジャンプしない方が良かったかもしれません。ゴールなのだ。ダメージ受ければゴールできそうですね。対戦ありがとうございました。いえい。隠しブロックでゴールさせない系ですね。まずは適当に飛びましょう。初見でクリアするには作者との心理戦に立つ必要があるのだ。次でゴールできそう。対戦ありがとうございました。コース名にデモってついてるから体験版みたいなコースなのかな。クリアタイムも12秒なので結構短そう。上から行けないかな。またずるいことしようとしてるのだ。行けそうですね。キノコありがとう。ここも上ですね。まともにプレイする気がないのだ。上の方が安全そうですしね。落ちちゃった。登り直しました。ここはさすがに登れなさそう。先が見えないから怖いですね。サンアップを置いてあるのだ。神子、フラワーももらっておきます。でももうゴールだと思うのだ。対戦ありがとうございました。夜コースですね。1アップの匂いがする。2アップできました。コインもたくさん置いてありそうなのだ。甲羅を投げ入れるやつですね。甲羅とキノコが混ざったのだ。めっちゃ危なそうなのだ。まあ私ならこれくらい余裕ですよ。早く行くのだ。集中してるんです。あー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 、だっせーのだ。このコースは3アップは確定してるので続けます。天才の私は学習したので、ここから甲羅を投げます。バッチリですね。地面のすぐ下に見える毒沼が集まるのだ。今のところは毒沼関係ないんですけどね。トゲメット被れるのだ。速攻で被ってるのだ。カロンコーラも速攻で履いてるのだ。ハテナブロックの中身先に確認してもよかったですね。沼渡ってる時に甲羅脱げると即死だからあんまり必要ないと思いますが。敵が押し寄せてきてるのだ。どうやらここからがこのコースの本番みたいですね。敵を丁寧に処理しながら慎重に進みます。予備のコーラが降ってきてるけど脱げた瞬間即死だからあんまり意味ないと思うのだ。渡り終えました。マントゲットなのだ。ゴールが見えるのだ。普通にやっても届かなさそうですね。赤い土管に入るのが正規ルートだと思うのだ。甲羅をここに置いてっと。何をしてるのだ。向こうの甲羅を取りに行きましょう。また悪いことしようとしてるのだ。これで届くと思うんですよね。鶴なのだ。対戦ありがとうございました。開幕3アップできそうなのでこのコースプレイしましょう。開幕3アップのコースはとりあえずプレイするスタイルなのだ。とりあえず3アップ。敵がめちゃくちゃ多そうなコースなのだ。赤い土管ばっかりなのが気になりますね。 P スイッチ踏んで予備も一つ持っていきましょう。マジで赤い土管しかないのだ。ナイスキノコ。パワーアップアイテムが少なかったらこのコース厳しそうですね。敵がためになって押し寄せてくるのだ。赤い土管は基本敵が出てくるみたいですね。ブロス2体は強すぎませんか。突っ込んでしまいましょう。雑プレイすぎるのだ。まあアイテムはありそうですし。予想通りやりましたね。予想が外れてたらどうするつもりなのだ。なるようになります。適当すぎるのだ。ナイス中間。手前のハテナブロックもアイテムだったかもしれませんね。ちゃんと見た方が良かったのだ。ドッスンがブロック壊してる間に前を走るんでしょうか。これジャンプで届かないからドッスンに乗らないとダメですね。クリボーがめちゃくちゃ邪魔なのだ。ダメージ食らってしまったのだ。すぐキノコあって助かりました。このコースちぎり進むのは危険すぎるのだ。ずいぶん雰囲気変わりましたね。めっちゃちくわが置いてあるのだ。今チラッと見えたんですけど溶岩上がってきてましたね。クリボーの絨毯。上にクッパとカリトリアが見えるのだ。クリボーを足場にして登りましょう。土管からフラワー出るなら負けはないですね。勝ちました。カリトリアに入るのだ。これ踏めないんですね。意外なのだ。
フラワー取り直してきました。今度はハメたのだ。ボス戦終わったしゴールですかね。ゴールなのだ。対戦ありがとうございました。こんにちは。今日もどこまで難しいやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。テンプレートの改造コースでしょうか。見たことある感じの画面で始まったのだ。カートは乗らない方が良さそうですね。透明土管の入り口のブロック壊すと入れなくなっちゃうのだ。このつらら避けさせる気ないですね。猫もらえるからいいですけど、鍵はどこでしょう。鍵の持ち主っぽいのがいるのだ。カメックの方が持ってたのだ。これで先に進めるのだ。またテンプレコースっぽい地形来ましたね。中間なのだ。コインがたくさんあるのでなるべく集めていきましょう。まだ残機が20機切ってるのだ。なかなか増えませんね。ちゃんとコース厳選してないのが悪いのだ。つい変なコースやりたくなるんですよね。この後って敵のパターン覚えてないとまずかった気がするんですけど。適当にやるときらを踏み損ねて何そこに真っ逆さまなのだ。テンプレと配置が変わってるかどうかすらわからないしまずいですね。普通に下手くそなだけの気がするのだ。3度目の正直。2度あることは3度あるとも言うのだ。地形が違う気がしますね。何はともあれやっと進んだのだ。テンプレコースならそろそろゴールだったと思うんですが。ゴールが見えたのだ。壁キックで登ればゴールですね。対戦ありがとうございました。3アップできたから一応残機は増えたのだ。お城のコースですね。ベルトコンベアが続いてるのだ。長えのだ。配置がさつなどんぐりですね。もうこういうコース最近多いのだ。最高傑作マリメプロの私が判定してあげますよ。なんでこいつこんなに偉そうなのだ。着地禁止コースですね。いきなり崖があるのだ。なるほど、ドッスンに乗っていくんですね。体半分だけ前に出せば条件持ったまま乗れますね。ここはまだ簡単なのだ。ここは普通に歩いていいのかな。大丈夫みたいなのだ。少し段差があるように見えるんですけどね。 3D スキンの見た目は少し詐欺っぽいのだ。砲台で全部倒せってことですよね。数が多いのだ。我々にはカットという技があるから大丈夫です。倒してる間特に何も起こらなかったのだ。敵が変わりましたが連打してれば良さそうです。こいつはちょっと面倒ですね。弾を打っても全然押せないのだ。上からなんか来てるのだ。危ない。でもあの弾めっちゃ敵を弾いてくれましたね。マジで危ねえのだ。やっと上に登れるようになりました。ゴールも上にもう見えてるのだ。ねええ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 え。すごい初見ボルシャ来たのだ。戻ってきました。歩いてゴールだと1アップできるかわかりませんね。ジャンプしましょう。ちょっとまさかの2段構えなのだ。なんでこんなことするの。マジでこのコース許さん。さすがにもうこれ以上罠はないと思うのだ。対戦ありがとうございました。悔しいですがなかなか面白かったですね。道を選んで先に進め。国旗が明らかに日本じゃないですね。でもほぼ確実に日本人だと思うのだ。なるほど、こういう感じのコースですか。ここは明らかに上ですね。間違った方を選ぶと詰むっぽいのだ。これは右。今のところ簡単ですね。トロール要素もなさそうなのだ。メットを取られてキノコをくれたのだ。まあ上ですよね。下はハマって進めなくなると思うのだ。普通に下行くと死にますよね。なんか不自然なんですよね。ここ気にしすぎだと思うのだ。なんもねえのだ。積んでるのだ。よく見るとガリガリのところゴールじゃないですかね。なんか変なのが見えてるのだ。というわけで下進んでみましょう。正解と分かっててもめっちゃ怖いですね。迷い池なのだ。なんでキノコとカスターが隠れてるわけじゃないと思うんですけど、助走つけてしゃがみジャンプしてみましょうか。それで大丈夫なのだ。とりあえずやってみましょう。本当にゴールできたのだ。対戦ありがとうございましたと行きたいところだったんですが、私はこの動画を編集してる時に正しいクリア方法に気づいてしまいました。さっきのはズルしてたってことなのだ。ズルといえばそうかもしれませんが、多分制作者が想定したクリア方法ではありませんね。では正しいと思われるクリア方法の映像をどうぞ。ダメージの無敵士官でガリガリを吸い抜けてるのだ。
これが作者の想定したクリア方法だと思います。なるほどなのだ。お城のコースですね。溶岩は上がってこないみたいです。ナイスキノコ。このハテナブロック不思議な動きをしてたのだ。隠れてるけど羽でも生えてるんでしょうか。チビになるの早すぎるのだ。急に鉄球が来たので結構事故りそうなコースですね。キノコありがとう。アイテムはたくさん置いてありそうですね。下が見えないのでゆっくり行きましょう。トゲに頭ぶつけてるのだ。アイテムはたくさんありますから。そういう問題じゃないのだ。溶岩に浮いてる箱で登るやつですね。これめっちゃ事故るんで苦手です。なんでパスしないのだ。残機が5以下とかだったら絶対パスしてましたね。まだ16あるんでこういうのもいいかなって。初期から全然増えてないのにお気楽すぎるのだ。もう50コース以上クリアしてるはずなのに全然増えてないのだ。ガチで残機増やそうとすると動画がちょいムズ、スタンダードコースばっかりになっちゃいますから、そんな動画見ても面白くないと思うんですよね。それはそうかもしれないのだ。ユー、ああ、デッドって書いてありましたね。お前は、もう死んでいるってやつですね。さらっと言ってるけどもう積んでるってことなのだ。どうやら正しい道は向こうみたいです。見事にはめられてるのだ。ここで左ですね。今見てもほとんどの人が右行くと思うのだ。普通に初見殺しですね、これは。中間なのだ。鉄球用のバネですね、これ。雲壊して進んでるのがいかついのだ。そんな感じですか。これ使って登るみたいですね。下どうなってるか忘れました。また同じような仕掛けがあるみたいですね。今度はさっきより距離がありそうなのだ。玉の動きを見るのは楽しいけど、バネ持っちゃうとコースが壊れそう。最悪積んでしまいそうだから気をつけるのだ。これで2つ目突破ですね。3アップ確定しました。ありがたいのだ。あの土管の鉄球を利用することはなさそう。バネに乗せられないのだ。危ねえのだ。またバネがたくさん置いてありますね。また鉄球を使って何かするのかもしれないのだ。ガボン倒したのまずかったかもしれませんね。この後鉄球を使う仕掛けがあったら積んでるのだ。ゴールなのだ。ワンチャン積んだかと思って焦りました。対戦ありがとうございました。バルーンのバールーン。どういう意味なのだ。私に聞かないでください。バルーンを使って進むコースですね。コース名の段階でそれだけは分かってたのだ。こういうコースは急がないのがコツです。ラッシュ禁止くらいの気持ちでいれば簡単にクリアできることが多いです。バルーンのコースはジリジリした感じになるからみんな我慢できなくなっちゃうのだ。この2マス通路は狭いですが、慎重に位置調整をすれば問題ありません。後半は敵を避けて進むみたいです。さっきゴールが見えてたからあの土管に入ればクリアだと思うのだ。テレサが邪魔すぎるので少し誘導します。ゴールなのだ。当然1アップを狙います。対戦ありがとうございました。アスレチックコースでしょうか。今の隠しブロックで分かりました。キッズコースですね。ピンクコインがばらまかれてるのだ。普通に鍵を置くのではダメだったんでしょうか。地面のないキッズコースのトラ入るの怖いんですけど。なるほど、ここに出るんですね。一旦戻ります。 P スイッチを押せば右にドアが出てくるのだ。つららに P スイッチを押してもらってドアに入りましょう。鍵を持ってるのだ。ゴールなのだ。これくらいなら上で避けれますね。多分作者が思ったのと違うのだ。対戦ありがとうございました。こんにちは。今日もどこまで難しいやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。右上見づらいですがピンクコイン4枚集めるコースですね。 USA キノコなのだ。入った土管の上にも USA キノコがありましたね。使うアイテムが表示してあるみたいなのだ。これはワンワンにパックン倒してもらいましょう。私このギミック結構好きなんですよね。投げ捨てないと先に進めませんね。おい、ワンワンさよならなのだ。ここからはキラーに乗って進むのだ。高さが足りるかわからなかったんで戻りました。多分ギリギリ足りてたのだ。安全をとって少しだけ高い位置にキラーを投げます。心配しすぎなのだ。ピンクコインゲットなのだ。目的は達しましたが右にも何かありそうですね。キラーを使えばいけそうですが何があるかもわからないので行くのはやめておきます。 USA マリオを取り上げられたのだ。入り口に戻されると思うんで仕方ありませんね。スタート地点に戻ってきました。ピンクコイン2枚目を取りに行きましょう。これを繰り返して鍵をゲットするのだ。リンクの部屋ですね。まずスイッチを変えるのだ。
次はパックン倒して爆弾で壁を壊すのだ。 P スイッチ踏んだら下に降りれば良さそうですね。この下突きが気持ちいいんですよね。右にピンクコインがあるのだ。鉄球を縦で弾けば良さそう。急げば50コイン取れそうでしたが、初見だと少し厳しいですね。ピンクコインは取れたので戻りましょう。見た感じ鍵ドアの跡も即クリアではないかもしれませんね。デカマリオで何かやらされそうなのだ。スーパーボールマリオの部屋なのだ。スーパーボールで P スイッチやパウを叩きながら進むエリアのようです。このパウも叩くと何かもらえそうです。50コインありがとう。最後のピンクコインを取りに向かうのだ。入る前から分かってましたが、靴がありますね。左上に何かありそう。50コインがあったのだ。全部の部屋のコインを取れれば3アップできるようになってるんでしょうね。羽付きの靴なのだ。上と下どっちに行くんですかね。これ次の靴が見えるんで上に行けば良さそうです。でかい靴ゲットなのだ。右下に行けばいいと思うんですが、下が見えなくて怖いですね。コース制作者を信頼しておりましょう。ピンクコインがあったのだ。ブラックパックンを倒して戻りましょう。この形式の大体のコースは鍵ドア入ったら終わりなんですが、今回は次の使うアイテムが予告されてたのだ。デカマリオなのだ。ブロックを壊して進みましょう。死ぬとピンクコイン失って最初からがありそうで怖いのだ。ここからは少し気をつけていかないとまずそう。片側のブロックだけ壊していくのだ。ゴールが見えたのだ。対戦ありがとうございました。パックン天国。コース名通りに大量のパックンを避けながら進むコースですね。こういうコースをプレイするのは珍しいのだ。パッと見の感じだとそんなに難しくはなさそうですから、あとクリア時に3アップさせてくれそうな予感があります。画面内に敵が多いから可能性は高そうなのだ。1回1回のジャンプが結構緊張しますね。ピンクコインが5枚あるみたいですが、コース全体に落ちてる風ではないのでどこかで集めることになりそう。中間なのだ。結構長そうなコースですね。ここは見た目はいかついですが難しくはありませんね。だんだんきつくなってる感じではないのでいけそうな気がします。ここは少し難しいですね。 OK。 二つ目の中間なのだ。ラストスパートですね。ここでピンクコインが来たのだ。さすがに回収せざるを得ない。あ、これめっちゃ怖いんですけど。一回死んだからめちゃくちゃチキってるのだ。でもこれ普通にかなり取りづらいのでは。早く突っ込むのだ。よっしゃ、あそこが一番難しかった気がします。ピンクコイン全部取れたのだ。これでゴールっぽいですね。ナイス3アップ。対戦ありがとうございました。 Z 半自動自動系のコースが来たのだ。行きます。これタイミングわからないんですけど。何度もやるしかなさそうなのだ。ダメそうだから方向キーをしてしまいました。制作者をもっと信じるのだ。今度こそいけてそうなのだ。これ前回のプレイで成功してたと思うのだ。信じる心が足りませんでした。3アップできそう。対戦ありがとうございました。キャッスルラン。スピランっぽいコース名なのだ。クリアタイム2分50秒。スピランではなさそうです。 USA キノコくれたのだ。スタンダード系コースなんでしょうか。鍵ドアがあるのだ。ピンクコイン4枚集めて戻ってくれば良さそうですね。今1枚見えたのだ。ドアが4つあるのでピンクコインが1枚ずつってことですね。それで合ってると思うのだ。このバネ使った方が早いんでしょうか。あんまり急ぐ必要なさそうだし、無理に使う必要はないと思うのだ。クリボを持っていきましょう。持っていけるものはとりあえず持っていくのだ。ここ少し危ないのだ。持ってきて正解みたいですね。それともバネ投げても取れますかね。1枚目ゲットなのだ。進む先の足元見えないのやめてほしいんですが。危ねえのだ。間違ってバネに触ってしまいました。ここに入れば戻れるはず。無限中間なのだ。なるほど、こんな感じなんですね。2つ目行きましょう。自由落下スタートなのだ。ここはためジャンプですね。クリボーを投げ入れればピンクコインが取れそうです。玉も2つ用意してあるのだ。
ダメージ受けると詰みそうなので気をつけたいところ。ちょっと危なかったのだ。ピンクコインゲット。右に飛び降りるんでしょうか。また床が見えねえのだ。ちょっと右に行ったら溶岩落ちてましたね。3つ目のドアです。矢印が右左下ってあるのだ。この順番で行けばいいんでしょうか。まず右、左。ピンポンの音も鳴ってるし、合ってるっぽいのだ。次下ってのはここ落ちればいいんでしょうか。ヒントを信じるのだ。合ってたみたいですね。ラストのドアなのだ。不思議な地形ですね。ボス戦なのだ。このモートンは倒すんじゃなくて床に穴を開けてもらうみたいですね。結構手間取りました。倒す必要はないと信じてスルーします。戦うとアンちゃん負けそうなのだ。鍵ドアまで戻ってきました。ここで USA キノコがもらえるということは、またボス戦なのだ。さっきと違ってこいつは倒さないとゴールできませんね。勝ち申した。1アップないですかね。諦めてさっさとゴールするのだ。クリア数より残機の方が欲しい。対戦ありがとうございました。 B ちゃんのコースですね。全部押すみたいな条件もないですし、見た目簡単そうなのでやってみましょう。こういう事故りそうなコースやるの珍しいのだ。シンプルな P ちゃんは結構得意なんですよね。急に変な要素が増えなければクリアできると思います。 P スイッチを持っちゃって失敗するのだけ気をつけたいですね。 P スイッチじゃなくなりましたね。なんなら踏む必要すらなさそうなのだ。 P スイッチに戻りました。もしかしたら P ちゃん以外にもいろいろやるコースの予定だったのかもしれませんね。あんまり考えない方がいいのだ。土管に入るのだ。夜になりました。中間はなさそうですね。特に変化がないのでクリアができそう。中間なのだ。本当にコースの真ん中に中間を置いてそう。何にせよ中間はありがたいです。やらかしたのだ。中間あってよかった。さすがにもう一回は死ねないから少し慎重に行きます。正直3アップに期待できそうなコースには見えないのだ。1アップくらいできれば嬉しいんですけどね。表面に帰るのだ。もうすぐクリアだと思うんで気合を入れたいところ。 P スイッチの感覚が広くなりましたね。対戦ありがとうございました。こんにちは。今日もどこまで難しいやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。開幕スタートどんぐりが降ってきてる。よくわかりませんがスターもらったんで走ります。ひどい理由なのだ。でもなんかいい感じっぽくないですか。3アップすればよかった。瞬時に判断は難しいのだ。ゴールなのだ。対戦ありがとうございました。チチチチチチチ。確定キッズコースなのだ。クリアタイム10秒。短いコースなのだ。なんかありましたね。スターも出てきましたね。クリアタイム的にはスター取って走ればクリアなのだ。3アップもできそうですし、続けますか。落ち着いてスター取れればクリアできそうなのだ。よし取れた。あとは穴に落ちないようにすればクリアできるはず。思ったよりスターで倒せないのだ。中間なのだ。中間からだと超難しくなりそう。中間の近くも隠しありそうなのだ。ギリギリ3アップできたのだ。対戦ありがとうございました。めちゃめちゃパックンいるコースなのだ。3アップ置いてなかったら即パスしたかもしれません。3アップに免じてプレイしてあげます。なんでそんなに偉そうなのだ。では私の華麗なプレイをご覧ください。バカなこと言ってないでさっさと進めるのだ。今プレイしながら変なとこでスタを掴んで死にそうって思ってます。私ジャンプ中に上キーを入れる癖があるんですよね。そういうのは強制したいけど難しいのだ。次はつららを落としながら行くんですね。つららの上は滑るから気をつけないといけないのだ。オッケー。 P スイッチをした後は一気に行った方が良さそう。先が見えないから一応走っておくのだ。 P スイッチパート短かったですね。頑張れば上に乗れそうでしたが意味なさそう。裏面に行くのだ。中間はなさそうですね。死ぬと面倒くさいことになるのだ。そんなことになりたくないですね。死ななきゃいい話なのだ。ここも勢いで行っちゃいましょうか。大丈夫なのだ。ここも急いだ方がいいのかな。 P スイッチの効果中に進んでおくのだ。また P スイッチパート短かったですね。この土管に入ればゴールでしょうか。このツタに捕まっておけば良さそう。タイミングよくジャンプするのは難しすぎるのだ。ゴールなのだ。対戦ありがとうございました。80秒スピードラン君はクリアできるかな。明らかにキッズコースなのだ。クリアタイム20秒。腕が鳴りますね。こういうコースだけやる気出してるのはどうなのだ。明らかにズルできる箇所がありそうですからね。探してあげるのが礼儀でしょう。
3弾だけど3弾の必要なさそう。反応できませんでした。危な。2で同じ手は食わぬ。食らいそうだったのに何言ってるのだ。3弾出なかったけど問題ない。ただの下手くそなのだ。クリアタイム的にはこの辺に鶴かババがあるはず。考え方がひどすぎるのだ。普通に攻略する気なさすぎなのだ。こっちは登れないから右飛びしましょう。右飛び危ないと思うのだ。地面ありましたけどこれはどうでしょうね。これでゴールだったらババが走るのだ。対戦ありがとうございました。クリア者がいないコースみたいですね。一番乗りを目指すのだ。鍵ドアと何かがあるのだ。バルーンですね。少し近くを探索しましょう。スタート地点の近くには何もなさそうなのだ。上にさっきの鍵ドアの出口っぽいのがあるから鍵持ってくればクリアですかね。狭いのでゆっくり進めましょう。帰りもこの道通らないといけないのだ。それ考えると少しうんざりしますね。狭いところは抜けました。スイッチブロックの通路があるのだ。スイッチありましたね。これ押すときトゲ刺さりませんか。大丈夫でした。下の方から抜けていきましょう。なんもねえのだ。また針の山が。緑の土管があるのだ。ここも狭いな。とりあえず入ってみましょう。さっきの土管の横に出ましたね。ここの上行ってないですね。鍵ありました。あとは入り口に戻るだけなのだ。鍵を探すのに結構時間がかかっちゃいました。ずっと変なとこ探してたのだ。ゴールなのだ。1アップ狙います。対戦ありがとうございました。20作ったコースの番号でしょうか。夜コースですね。あのトゲメット避けれる気がしないから突き取るしかないですね。3アップありがとうございます。このコースクリアできればついに30機に届くのだ。やっと3機が増え始めましたね。ほとんどカットしてるけど最近長いコースが多かったのだ。砲台が並んでますね。これ使って何かするんでしょうか。正常に動いてるとは思えないんですが。コーラが弾けまくってるのだ。しばらく待ってたらネットが上に来たのだ。これに乗っていけば良さそうですね。めちゃくちゃ頑張ればコーラなしでいけそう。相当頑張らないと無理なのだ。普通の人はできないと思うのだ。相変わらず砲台が動作不良を起こしてるのだ。竜巻で上に行けそう。やっと普通に走れる。何もないですね。中間なのだ。プロペラが入ってました。プロペラのおかわりなさそうだから死にたくありませんね。またメット同士でぶつかって壊れてるのだ。一個だと怖いんでもっと足場出しておきましょう。今のめっちゃ危なかったのだ。足場はこれくらいあれば大丈夫でしょうか。何も起きませんね。これ一個でもよかったかもしれないのだ。これからとんでもないことが起きるかもしれませんよ。ゴールなのだ。対戦ありがとうございました。お化け屋敷なのだ。ナイスキノコ。とりあえずドア入りましょうか。ヒントみたいですね。クラウンに乗ると鍵が手に入るのかな。これはもう避けれませんね。鍵はゲットできたのだ。トゲゾウが砲台担いでるのだ。キノコ出てきたんで取りたいですね。ゲット。次は鍵を探すのだ。トゲゾウが鍵持ってました。メカクッパに壁壊してもらいましょう。オッケー。何かありそうに見えませんね。土管入ってみましょう。ヒントなのだ。砲台の右上に鍵があるっぽい。ありました。バネで鍵ドアに入るのだ。なんかボスっぽいですけど一方通行があって倒せませんね。負ける要素もないのだ。とりあえず土管に入るべきですかね。ヒントがありそうなのだ。鍵ドアがあるだけなのだ。こっちも入りましょう。これはヒントですね。どこですかね。これ画面中央の上の方ですね。ボスのボールに乗れば届きそうなのだ。ゲットなのだ。鍵ドアのところに行きましょう。片方外れだったりしませんよね。もっとコース制作者を信じるのだ。許された。ゴールなのだ。
1アップ狙っていきましょう。対戦ありがとうございました。良いコースでしたね。こんにちは。今日もどこまで難しいやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チョイムス、あんまり名前通りのことがないコース名なのだ。おっと、こういうの見つけるとチェックしてる回がありますね。上を走っていけそうなのだ。クリアタイム的に30秒くらい走るだけですね。倍速にするのだ。1アップまでくれそう。上からのルートしかクリアできないやべえコースなのだ。対戦ありがとうございました。神子、難しい。またキッズコースやってるのだ。このドアの配置だと2つは外れですね。4つ目の道を見つけちゃいましたね。ドア全部外れっぽいですね。やべえコース来ちゃったのだ。むしろこういうコースの方が面白くないですか。それもどうなのだ。ワンちゃんこれも罠なんですよね。でもこのドアが一番当たりの可能性高そうなのだ。勝ち申した。対戦ありがとうございました。30コイン3枚集めるコースです。クリアできたら少なくとも1アップはできますね。上にあるPスイッチが怪しいのだ。もう一段上がありますね。見に行きましょう。フラワーがあったのだ。これはありがたいです。バックン倒しちゃいましょう。下手っぴなのだ。Pスイッチはここで使えば良さそうですね。30コイン1枚目が見えます。ファイヤーなくなっちゃったのだ。右にもう1枚見えます。どっかの土管から行けそうなのだ。ゲットだぜ。チビになっちゃったのだ。入れない。あ、今度はダメージ受けないようにしましょう。ファイヤーなくなると急に難しくなるのだ。できるだけ倒しながら進みます。全部の土管からしっかりパックンで作るのだ。ここファイヤーないと30コイン取れませんね。ここまでノーダメージで来ないとダメなのだ。ゴールついちゃったけどあと1枚見つけてないんですよね。どっかの土管に入れるはずなんですけど。入れました。いきなり当たり引いたかもしれないのだ。3枚目ゲットなのだ。あとはゴールするだけですね。1アップ取れるかな。できた。対戦ありがとうございました。読めない。ブンブン2体が条件ですね。なんか出てきたのだ。羽も1アップも美味しいですね。全部取りこぼしてるのだ。たくさんありそうだから大丈夫です。1アップキノコは全部取っておきたかったのだ。1個足りなそうですね。とりあえず2アップ。なんか怪しいコースなのだ。マントあるからまだ積んでないですね。このブンブンもここで倒す必要なさそう。でも倒しておきますか。ブラパも全部倒さないと進めないのだ。これで進めます。このコース怪しいと思ってたんですがトロールですね。コース名読めないしわからなかったのだ。3アップ確定。ブンブンもここで倒しておきましょう。マントで全部飛んでいけませんかね。ドッスンに当たりそうで危なかったのだ。画面端ついちゃいました。ゴールなのだ。対戦ありがとうございました。城のコースですね。こいつがいる。コースあんまり好きじゃないです。一生ついてくるのがきついのだ。どうせついてくるならもっと可愛い姿に転生してきてください。中間めっちゃ近いのだ。あーあーあーあああ、こいつ私の踏みつけをきれいに避けたんですけど。敵の動き知らないのは悪いのだ。クッパがいるのだ。砲台の被り物もあるのだ。奥に鍵ドアが見えるんで倒さないとダメそうですね。ダイヤル1アップないですか。さっさと入るのだ。対戦ありがとうございました。また白コースですね。敵が多くて難しそうなのだ。行けるとこまで進みましょう。踏んでいけば3アップできそうでしたね。もしやり直しになっても3アップできそうなのはいいことなのだ。いや、私一発クリアしますんで。うるせえのだ。走って行った方が安全そうな気がしますね。敵が出てくる前に進めそうではあるのだ。バブルとかキラーが出てくる前に行っちゃいたい。いや、ああゴール目の前っぽいのに惜しかったのだ。3アップ狙ったら死にました。今度はいけそう。このコース1アップは置いてなさそうだから地域なのだ。オッケー。前はこれ取らないの良くなかったですね。
ナイスキャッチなのだ。予備を持ってくのは無理そうですね。今度は1回当たってもいいからクリアできそう。さっきのところでゴールかはまだわからないのだ。ゴール塞がれてますね。でもこれってゴール塞いでるブロックが壊れたのだ。さすがにガバガバすぎる。対戦ありがとうございました。リンクが条件のコースですね。まずはマスターソード探しましょう。バーナーの上にマスターソードがあるのだ。これ予備なさそうだからダメージ受けたら詰むかもしれませんね。気をつけて進むのだ。これ足場が氷なのちょっといやらしいですね。注意して操作しないと落ちちゃうのだ。スイッチを切り替えないと進めなさそう。この靴とメット取ればダメージ受けても耐えられますね。ぜひ取っておきたいのだ。両方装備してこれで完璧ですね。でも弓とか剣使えないのが面倒です。どうしても使いたくなったら脱ぐしかないのだ。スネークブロックなのだ。すぐ右に足が見えるから乗らなくてもいい説あります。ファイアバーちょっと多すぎるのでは。ちょっとアレなコースなのだ。掴まれないクレーン多い気がします。どれもブロックで埋まってるのだ。コンボがめっちゃ降ってきて怖いんですけど。この辺なら棒が来なさそう。というか上から進めるか怪しいのだ。ファイアバーの周期見て進みます。一周待った方が良さそうなのだ。スターなのだ。スターを取って距離を稼ぎましょう。ガリガリ踏んだのちょっと怖かったです。スターなしだと難しそうなのだ。ゴールなのだ。あの土管機になるんですけどショートカットあったりしたんですかね。わかんねえのだ。さすがに土管入るのはやめておきます。1アップ確実に取るためにゴールの上のブロック壊しましょう。対戦ありがとうございました。なんかすごいリフトの置き方してますね。スイッチだらけなのだ。ごちゃごちゃしてますけど1回だけ叩けば次に進めそうですね。やらかしました。何やってるのだ。めちゃくちゃしょうもない死に方してるのだ。うるさいですね。今度は慎重に行きます。さっきこれにすったのやばいのだ。私もそう思います。これは結構危ないフロアですね。ファイアバー全体をよく見るのだ。見た目よりは簡単だったかもしれません。フラワーなのだ。ありがたや。これ倒せとか言わないですよね。補給ないとかなりきついのだ。おわた。戦略的撤退。土管の先に鍵ドアがないのを祈りましょう。なんかすごいことになってるのだ。ちょっと初見だと避けるのは厳しいですね。ゴールは下にありましたけど、さすがに飛び降りる勇気はありませんね。土管があるのだ。私はこのスネークブロック君を信じてるので土管には入りません。ちゃんと理解してくれてるからいけそうなのだ。これは勝ち申した。1アップ取りたいな。ダメでした。対戦ありがとうございました。こんにちは。今日もどこまで難しいやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わ、最近変なコース名の動画多いのだ。みんなこういうコースの動画の方が喜んでくれるかなって。やりすぎるとみんな飽きちゃうのだ。コース名が怪しいので隠しブロックをチェックします。変なところで細かいのだ。ヨッシーが2体いるのはいいですね。トゲゾとバネの配置がやべえのだ。今日はヨッシーくんがいるんで対応できます。いきなりなんか出てきたのだ。こいつは投稿者用隠しってやつじゃないんですか。ヨッシーは犠牲になったのだ。トゲの向こうに走り去ってしまったのだ。置いてある理由考えるとこのクラインに乗ればクリアまで行きますよね。つららが末並んでるのだ。普通にプレイしたら地獄だった可能性あるのだ。もう我々には関係ないんですけどね。裏面もある雰囲気なのだ。でも土管のところから登ってこれそうでしたね。画面端に着きました。下にゴールがあると思うので位置調整しておりましょう。この辺かな。1マス据えてるのだ。対戦ありがとうございました。すごいすごそうなのだ。適当な相槌ありがとうございます。全然先が見えませんけどこれ右飛びしていいんですかね。できるだけやりたくないのでアイテム探してますけど。ぶっちゃけ右飛びするくらいならパスした方がいいと思うのだ。死ぬ確率高すぎるのだ。もう少し探してから考えましょう。ありました。端から1ブロックずらしてるあたりがずるがしこいのだ。これで網を登れます。また隠しがあったんですけど。もしかしなくても結構やばそうなコースなのだ。
ハンマーよりは猫で右飛びした方がいい気がするんですよね。意外と近くに物があったのだ。もしかしなくても普通に右飛びで行けたかもしれません。猫があるので上から進みましょう。ゴールなのだ。コースが短い。対戦ありがとうございました。 What the fuck。 あんまり品のいい言葉じゃないのだ。雪のコースなのだ。開幕ブロスは結構危ないですね。アイテムは欲しいところなのだ。隙を見せるのを待ちましょう。上に行っちゃいましたね。倒せそうになるまでだいぶかかったのでカット。あのハテナブロックの中身キノコだと思ってたけど違ったのだ。コインがたくさんあるんで回収して3アップ狙いましょう。上にワンワンがいるのだ。このリフト横から抜けると思ったら違いましたね。いろいろと不思議な配置なのだ。今のワンワンはかなりやる気ありましたね。50コインありがとう。戻ってきたワンワンには近寄らない方が良さそうなのだ。さっき1アップキノコ見えたからクリアできれば3アップはできそう。よしクリアするぞ。中間なのだ。明らかに雪止まりなんですけど。ゴム兵が隠れてたのだ。他にも隠しあったら怖いんで降りてきました。気にしすぎなのだ。とりあえずこれで中間が取れるのだ。中間にデカマリオがついてきました。特にデカマリオでやることもなさそうなのに珍しいのだ。確かにデカマリオは目的がないとあんまり使いませんよね。特に壊せるブロックとかも空いてねえのだ。でも横に広がってるからバネ避けるのは難しくなってるかもしれませんね。ほとんど関係ないと思うのだ。リフト適当に動かしていいのかな。土管に入れたのだ。二つ目の中間なのだ。今度は USA 入ってました。デカマリオよりはまだ癖がないのだ。ちょっとこれバネがどう動くかわからないんですけど。意外と平和な動きだったのだ。またバネの壁があるんですけど、めちゃめちゃ怖い。下手に動かない方がいいと思うのだ。これ触ると確実に谷底ですね。今のジャンプも結構危なかったのだ。せっかく USA マリオなんでバネ捨てていきますか。あっ、やっちまったのだ。さっきの反省を生かして動かないことにします。下手に動かなければ何も起きなさそうなのだ。マリオが生きていられる空間が狭すぎる。2ブロックの範囲で余生を過ごすのだ。この背後のバネの圧がすごい。触ると即死するのだ。怖すぎて震える。本当に何も起きませんね。途中まではめちゃくちゃたくさん物が置いてあったのに不思議なのだ。コース制作中で飽きちゃったんですかね。それ以上はいけないのだ。ゴールなのだ。変なことして一回死んだのが悔やまれますね。対戦ありがとうございました。悪魔のささやく溶岩城100セック。気合の入ったスピランっぽいコース名なのだ。そんなコースはどこまででプレイされないんですけどね。クリアタイム14秒。さてプレイしましょう。判断基準がひでえのだ。みんな連れてきるコース好きそうじゃないですか。実際するスピランみたいなコースは結構見つけるのだ。このコースもわざとじゃないでしょうけど、すごいズルができるはずです。楽しくなってきましたね。時間的にはそろそろなのだ。見つけちゃいましたね。右の壁は壊せるしゴールが見えるのだ。あとはこのでかいメットが起き上がるのを待ちましょう。さあ壁を壊してくれ。これ踏むの結構危ないですね。下に降りてきたら踏みましょう。マジで危ねえのだ。結果良ければ全て良しです。対戦ありがとうございました。すごい圧縮されてるコースですね。上からクリボーが降ってくるので一応倒しましょうか。その後はドアに入るしかなさそうなのだ。壁の中より上の方が難しそう。雪止まりに見えるけど、きっとあのブロックは壊れてくれるはず。そういう仕掛けだったんですね。先に進むための道が開いたのだ。これ怖いけど走るしかないですね。引っかかると死んじゃうのだ。無事にドクロリフトが走っていきました。次はスイッチ切り替えて上のリフトを落とすのだ。これ左側に行って落とすのが正しかった気がしますね。どっちでも問題なさそうなのだ。次は P スイッチ踏んでドアですね。ドア入ったら上に行けるのだ。ゴールももう右上に見えてるのだ。上についてみるとウラパの圧がすごい。一気に行くのは無理そうだからゆっくり行くのだ。敵がたくさん置いてあるからクリアすれば3アップできますね。そのための敵っぽいやつまでいるのだ。あとはタイミングを合わせて飛ぶだけです。バーン。いやさっきの判定インチキでしょ。自分の下手くそを認めるのだ。今度は下から行きます。対戦ありがとうございました。キノコを取るなって書いてありますね。これ気づかないととんでもないことになってたのだ。よし攻略していきますか。1アップありがたや。お前はいらない。ひでえのだ。いきなり2アップはいいですね。ベストタイム18秒ってかなり短いですね。
また一躍キノコがあるのだ。赤いキノコが重なってるか見分ける方法わからないから取りません。重なってるのってそんなわからないものなのだ。とにかく可能性があるから取らないって感じですね。もう2アップ分はありますので、 P スイッチ押したらキノコ降ってきそうで押せない。人を疑いすぎな気がするのだ。余計なことしてクリアできなくなったら悔しい。 P スイッチだけ一応持っていきましょう。難関穴から飛び出してきたのだ。このコーストロール系かもしれませんね。 P スイッチ押さないの多分正解ですね。ポンプブロックからのキノコも隠し、ブロックも明らかに罠です。キノコは跳ねてて邪魔なのだ。これくらいなら避けれるとは思いますけど。オッケー、なんかキノコ増えてるんですけど。なんで増えたのかわからなかったのだ。上見てみましょうか。上にめっちゃキノコあったのだ。やっぱり罠でしたね。この土管に入れば先に進むのかな。他にそれっぽい道はないのだ。さっきみたいに罠タイプのキノコじゃなくなったのだ。直接マリオを狙ってますね。待てばどっか行きそうなのでまだ良さそう。なんか先にやべえのが見えるのだ。普通にちょっと難しそうなの来ましたね。手前に穴が開いてるのがやらしい。できたら1アップも一つ回収したいところですが。よし、うまくキノコをよけれたのだ。ゴールが見えるのだ。確かにこれはキノコ取ってると通れませんね。対戦ありがとうございました。これで100コースクリア達成です。まだまだ続けていくので応援よろしくお願いするのだ。まずは元のハイスコアを目指したいですね。ここで高評価をお願いすると押してくれる優しい人がいるらしいのだ。世の中にはそんな優しい人がいるんですね。高評価よろしくお願いするのだ。よろしくお願いします。